今までに数々の偉業を残してきたジャシンちゃんドロップキック、またしても前代未聞の試みに挑戦。皆さんご存知の通り、世界一狂ってる制作委員会です。違法アップロードが合法で成果報酬まである謎。そして本日わけがわからないニュースが公式サイトに上がる。世紀末編にケンシロウが登場。放送前に映像データを300円で販売し、全編アップロードを許諾。ニュースタイトルが終始世紀末で草。ここで注目すべき場所は、放送前に映像データを300円で販売ってところなのだ。違法より早いはやめてしまったのか。それはご心配なく健在です。邪神ちゃんのトレードマークなんでね。トレードマークではないぞ。映像データはアマゾンにて税別300円で販売されるらしい。実質円版300円。まあダウンロード版だからディスクではないが。手作りっしょってことだね。いや、違法アップロード推奨商品だよ。マジでどういう商品なんだ。切り抜き以外にも考察や解説などに使えばよい。考察とかする？あれって考察するアニメだった。公式が言ってるんだから絶対だよ。でもアマプラだからスクショすらできないんじゃ。違法アップローダーは裏のヤバいソフト入れてるんだよ。あまり大きな声では言えないけど、入手方法は問わないらしいから、 YouTube にアップロードされたやつを。あとケンシロウとジャシンちゃんの戦闘シーンは登場するよね。ジャシンちゃんは暴力が支配する弱肉強食の世界だよ。北斗神拳 VS ドロップキックはあるでしょ。タイトルにドロップキック入ってるんだぞ。それに今回は世紀末編だもんね。フラノシよりヤバいことしそうではある。それがジャシンちゃんという作品なんです。まあどんどんアップロードして広告収入を得てほしいらしいので、皆さんもバイト感覚でアップロードしまくりましょう。普通だと YouTube で無料視聴できるものは配信サービスで高い値段で買ってもらえないからやらないけど、熊本県高森町の応援が目的だから、少しでも多くの人に視聴してもらいたいので、違法アップローダーの手も借りたいってことらしいね。ということで皆さんの小遣い稼ぎにおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。